こんにちは。こんにちは。ドフィンの一緒に歌おうです。今日は私たちの歌詞集を、紹介させていただきます。昨日出来上がってきたばかりの歌詞集です。2022年12月18日が発行日。タイヤの日なんですよ。その日になっています。このトフィーの一緒に歌おう、2021年の3月から始めたんですけれども、これをご利用してくださっている方から、画面上にね、出ている歌詞カードだけでは、ちょっと見にくくて、歌詞集みたいなのがあったらいいのにな、というお声をいただいていました。そうか、じゃあ私たちも歌詞集作ろうかっていうふうな話を始めましてですね、それがもう1年以上のことになります。でそれからどうやったら本になるんだろうって出版のこと調べたり、それから著作権のね許諾をいただかなくてはいけなかったり、いろんなハードルがあって、それを乗り越えまして、ようやく今回発行することができました。2021年の3月19日から始めたんですが、その日に、出した上を向いて歩こうふるさとから2022年の10月の、バラが咲いたまでの72の動画、73曲分がこの本に収められています。 A4 サイズフルカラー40ページ、それで72の動画73曲分の歌詞がこのように並んでるんですけれども、500円でお分けしようと思っています。で、施設でね、こう使用していただいている方から、言われたのが、みんなでこれを持って、歌いたいということだったんですけれども、その時に、動画にすぐに飛べるようにですね、実はこの動画一つ一つに全部 QR コードをつけてあります。で、この QR コードを読んでいただくと、トフィーの一緒に歌おうの、その歌の動画のところに、飛べるようになっていますので、目次は、目次、あいうえお順に並んでるんですけど、そこで、この歌、どれ歌おうかななんて選んでいただいて、ページを。で、歌詞集の歌詞の方は動画の公開順に並んでいますので、そう、1番でね。で、その歌のところに行って、そしてちょっとね、スマホで、QR コードを読んでいただいて、そうすると、伴奏としてね、私たちの歌と演奏が流れますので、一緒に歌っていただけるような仕様になっています。でも、歌詞集としてだけ考えても、フルカラーで作っていただいたのでね、本当に綺麗にできました。楽しい感じで、見ていただけるんじゃないかな、というふうに思っています。で、スマホにね、スピーカーをつけていただくと、大きな音にすることができますので、高齢者サロンなんかでも使っていただけるんじゃないかな、というふうに見ています。また、訪問でね、患者さんのところに行かれたときに、患者さんと一緒に、患者さんのご家族も一緒に、どの歌を歌おうなんて言いながら歌って、で、この年にできた歌、その頃何してましたかなんてお話ししながらね、歌っていただけたらいいなと、3人で夢見ております。ご活用よろしくお願いします。で、書店でね、流通するようにしてもよかったんですけど、あえてそのようにはしませんでした。というのが、使ってくださる方と私たちが、ちょっとでもつながりを持てたらいいなと思ったからです。お手間をかけて申し訳ないんですが、この動画の、QR コードを読んでいただくと、メールアドレスがありますので、そちらから、それから概要欄に Instagram とか、それから Facebook のメッセンジャー、DM を、送れるところを出しておきますので、そちらからご連絡いただければ、お買い上げいただけるようになっています。お送りするので、ちょっと送料だけはかなりお安くお値段抑えておりますので、送料だけはご負担ください。よろしくお願いします。たくさんの方と一緒に歌が歌えるといいなと思っています。何か私抜けてることあった？大丈夫な、抜けてください。お手に取ってください。一緒に歌いましょう。ということで、一緒に歌ってくださいね。よろしくお願いします。